LRT 武器パンジャン線とは、シンガポールスマートトレインズが運営する、新交通システム、ライトレールトランジットの路線である。車内、窓ガラスに、スモークがかかっている。ラケット状の線形であり、BP6 武器パンジャン駅は、BP7 ペティル駅と、BP13 ジャ駅へ向かう分岐駅となっている。なお、1ン0マイルジャンクション車両基地へ分岐する。 枝線は BP5 フェニックス駅と BP6 武器パンジャン駅のどちらからも入ることができる。以前は10マイルジャンクション車両基地の付近に BP1410 マイルジャンクション駅が存在したが2019年に廃止された。無人運転となっていて住民プライバシーの配慮から住宅に接近する箇所では六甲ライナーの線型のように窓ガラスにスモークが 自動的にかかるようになっている。沿線風景全線投資での所要時間は28分である。現在の運行形態は以下の通り。また、天マイルジャンクション駅までの枝線の配線前は以下の系統が概ね20分間隔で運転されていた。ありがとうございます。